次セレッソトスですね、1対2ということでございまして、素晴らしい樋口のあのゴールは素晴らしかったですね。本当あの角度がほとんどないところから、まああれはキムジンヒョンのミスなのかどうか分かりません。ちょっとキムジンヒョン的にはまあクロス、まあ、ちょっとクロスが来るであろうと決めつけていたというか、そこちょっと難しいです。勝手な僕はことは言えませんけども、ちょっとシュートで来るとは思ってなかったのかな。でボールもちょっと目測誤ったような形でね吸い込まれていて、で樋口からしたらすごい自信になるようなゴールと思います。もちろん決めた形も素晴らしかったんですけども、相手はキムジンヒョンで硬い守備、セレッソの守備陣からまあ奪ったゴールということでございます。本当樋口からしたらすごい自信になったんじゃなかろうかと思いますね。で本当、決勝点ですけども、松岡レンドチアゴが絡んだゴールということでございまして、で松岡がね森下から、もっと言うと森下がしっかりつないで松岡で、松岡から今度レンゾロペスではなく今度チアゴなんですね。じゃあどこでレンゾロペスが絡んだのかというと、松岡がボールを持っているときにちゃんとねこうシュートコースね、自分のとこにレンゾロペスのとこに自分のとこにボールが来てもしっかりシュートに打てるとこにまあコース取りをしていますし、仮にレンゾロペス自分のとこにボールが来なくてもその後ろにいるチアゴアウベスがシュートを打てるような状態、しっかりそこのスペースを作ってそういう動きをしているんですね。あの斜めというかね、まあ、相手を引っ張り出すような動きが非常に良かった。で結果として、まあ、チアゴね一旦ワンクッションを置いて一回もう一歩中に入ってきてシュートで決めるんですけども、やっぱりこの正直この松岡レンドチアゴって本当苦しんだ、今年1年苦しんだ選手と思いますね。松岡に関して本当、ね、ほとんど試合に絡んでいるんで、レンドとかチアゴとかはまた違うような、まあ、苦しみ方だと思うんですよ。本当ねボランチ、本来ボランチの選手の松岡ですけども、ちょっとチーム事情でセンターバックやったりとか、右サイドバックやったりとか不慣れなポジションで、まあ、その時、まあ、ちょっと叩かれたりとか、ありました。ただやっぱり松岡はボランチの選手だなって本当改めて最近、思います。そういうことで言うと松岡も自分の居場所というかポジションをつかむためにいろいろ経験して、ある意味で本当、ね、苦しんだ1年と思うんですよ。試合には確かに絡んでいましたけど、松岡なりにその時与えられたポジションでどう結果を出すのかっていうのは非常に、この若武者がね本当悩んだ1年と思います。でそこに、まあ、最近活躍しだしたレンゾ、そしてチアゴ、本当このレンゾチアゴは普通に試合に絡めずに、まあ、試合に出ても、ね、結果がなかなか出ずに今年特に中盤まで、苦しみました。本当秋口まで本当苦しんだ選手たちがここに来て、絡んでゴール、本当それぞれね苦しんだあのレベルというか苦しんだ内容は違うんですけれども、しっかりこういう選手たちが、まあ、活躍することによって勢いというのはついてくると思います。チームの雰囲気というのは良くなると思います。でこれ今後続けてほしいと思いますね。いや気になる怪我人で本田風、そして高橋秀人が、まあ、怪我をしたということでございまして、ちょっと前半で怪我人でね交代役使うのはちょっともったいなかったというかしょうがないんですけども、やっぱりこの時期冬場っていうのは、まあ、なかなか、この時期ね試合をすることで、まあ、天皇後輩ぐらいしかなくて、やっぱり体がこうついていかないね、寒さに人間って弱いので体っていうのは、ね、なかなかウォーミングアップをいつも通りしていたつもりであってもちょっと足りなかったりとか負荷のかけ方とかの問題でちょっとね、まあ、怪我にしやすくなるような、まあ、時期であるんですけれども、うん、そういうことでちょっと、まあ、気にはなりますけども、まあ、最終戦出るかどうかちょっと厳しいかなと、特に高橋の怪我はちょっと気になりますけども、ちょっと、追加しないといいなと思います。本当ね来季もね、本当高橋とは横浜 FC から噂がありますけれども、来季も本当年のユニフォームを着て、復活してほしいと思います。はい、で次川崎浦和ですね。川崎1対3浦和が、敗れるということでございまして、武田スタメンもということでございまして、まあ 武田の10分間という動画を出しましたけれども、あの10分間本当素晴らしかったですね。あの10分間素晴らしかったんですけれども、やっぱり90分間ね試合の入りから出るとどうなるのかということを考えたときに、やっぱりまだまだ課題っていうのは多いなと思いました。やっぱりこの試合は 4-4-2、まあ、2トップ、守備の時は 4-4-2 の2トップ、攻撃と並ぶような、ポジションを武田取っていました。で攻撃の時は、まあ、4-5-1 のような形になったりとか4-4-2のような形になったりとか、結構武田は自由を、まあ、前線で、まあ、与えられていたのかという感じで、まあ、見ておりました。で、まあ、引いて受けても、ただそこでパスを出せなかったりとか、特に前半、ね、あ出してくれよみたいなところも何かがあったんですけど、ちょっと大槻監督かな声も、ね、パス出せよみたいなことを言ってたんです。ちょっと音声に入ってたんですけども、でも、ね、やっぱそれぐらい、ね、そこからとやっぱりプロのスピードにまだついていけてないわけじゃないと思うんですよね。やっぱり、ね、高校サッカー選手権、ね、1年前まで高校生でやっていて、まあ、あの時は圧倒的な力を1年前か、1年前、まあ、2年前か、ん1年前か、1年前だね、1年前、1年前だ、ちょっと今間違えたことだ、ね、1年前まで、ね、高校サッカー選手権で、試合に出ていた高校生なんですよね。で、そことのプロのスピードの差って、やっぱものすごく
あって、でただこの間の湘南戦に関してはそのプロとのスピードの差を感じさせないぐらいの動きを見せていたのですごい期待をまあしていましたし、まあ、湘南戦に関しては本当相手が疲れてきている場面での出場だったのであれぐらいちょっとやってもらわないとというのも正直あったんですけど、ただこの試合に関しては本当プロの壁っていうのをまあ改めて、まあ見せつけられたのかなと。で相手が川崎ということでございましてね、本当そこは多分武田自身得るものがまあ非常に大きかったと思います。ただこの試合最大の収穫っていうのはまあ2人岩竹と橋岡かなと思いますね。まあ岩竹に関しましてはシュートブロックもありましたし、この選手本当うまいっていうか、なんだろう、本当もうちょっとねオーバーラップのタイミングというか高い位置を取れたらいいんですけどもね、なかなかボールに絡めない。ただビルドアップの時っていうのは見ているところが非常に面白いなって思っていて、あのツイッターで僕は言ったのかな、なんかでちょっと書いたんですけども、冷静ですよね。非常に冷静なサイドバックの選手だった。もともとは大学ナンバーワンの、サイドバックと言われていて、まあ、鳴り物入りで入ってきた、岩竹選手でございますけど、本当冷静ですね。慌てない。これ慌てないっていうのが多分ね、また低評価の理由につながってると思うんですよね。で、ちゃんと周り見えてるのかってね、あの言ってる方とか結構まあいるんですよね。で、冷静と思うんです。本当周りよく見えてる。で、あのビルドアップ、特にね、ビルドアップの時にボール持った時なんですけども、いいとこ見てるんですよね。斜めのパスとかくさびのパスとか、まあ、入れようとしていてよく見えてはいるんですけども、ただ自分のパススピードに相手のスピードがしっかりバッチリ合ってくるんですよね。要はパススピードがのコントロールって言ったらあれですけど、もうちょっとパススピードを上げるとそこ通ったらチャンスだよねっていうのが結構多いんです。これ説明が非常に難しいんですけども、多分岩竹の中でこれぐらいのパスならしっかりと味方選手に届くであろうっていう計算があってパスを出していると思うんですけども、まだ足りていないんですね。だからさっきの武田もと一緒なんですけども、ちょっとそこのプロのスピードっていうのがまだまだね、実は追いついていない。ただしっかり見るべきとこは見えてる不思議な選手なんです。本当僕から見ていたら本当不思議な選手で、あ、しっかりそこ見えてんだって、こう僕らはテレビの画面を通してそこ空いてる、そこに通ればなっていうのは分かるんですけれども、やっぱりプロというかサッカーの試合を実際している選手たちは平面でこう、まあ、視界で見ているわけでございまして、なかなかねテレビの画面と違ってね、フリーの選手とかチャンスになりそうなとこ見えていない時とかあります。それはしょうがないんです。僕らと見ているこの視野が違うんで、それはしょうがないんですけれども、ただ岩竹は本当ね上から見ているかのようなとこを見ていたりとかするんですけども、ただ狙ったところになかなかパスが届かないんですよね。それが正直問題かなと。で、守備の時は結構粘り強い守備をまあ見せてくれています。で、あと本当さっきも言いましたがオーバーラップのタイミング、ここ改善されれば本当非常にね僕は頭のいい選手と思います。本当見えて視野が広い選手と思いますので、そこ、伸ばしていければ僕は面白いと思います。でもう一人橋岡ですね、センターバックとして出て、もう本当ね橋岡の経験を積むにはこれほどもうこれ以上にない対戦相手だったかと思います。本当ねこの人得たものがあると思います。本当橋岡の場合はビルドアップが課題って結構随所で言われているんですけれども、縦パスは結構入れようとしているんですね。で、縦パス入れようとしてるのは分かるんですけれども、やっぱりタイミングの問題であったりとか、結局縦パスバシッと入れようとしても結局もうちょっと受け手の選手が今じゃないということで、まあ、また返されたりとか橋岡に戻ってきたりとかあるんですけれども、ただそこを狙うというのは非常に、まあ、あの橋岡は非常にサイドバックの時の経験が生きていると思いますので、これは続けてほしいなと思いますね。で、この差はいつか埋まると僕は信じております。川崎浦和はすごい差がありました。ただやっぱりね、川崎は本当鬼木監督の前の風間監督の時から、積み上げてきた土台をしっかり受け継いで、今ちょっと浦和の場合は良、かった時の土台っていうのがちょっともうなくなりつつある中で、ただ浦和もこの川崎のレベルに正直追いついてほしいと思います。いつかこの差っていうのが埋まると僕は信じて、来季頑張ってほしいなと思います。はい、最後、湘南大分ですね、結果こちら1対2ということでございましてですね、いやー伊佐選手1ゴール1アシストということでございまして見せてくれましたね。あのね、コーナーキックで同点ゴールのシーンですけども、しっかりフリックして、で高澤のゴールアシスト、あれ高澤もしっかり走っていましたね。高澤が迷いなく走って走り込んだところにちょっと膝がフリックして流れてきて、あとは決めるだけ、まあ、あとは決めるだけという言葉がまあ軽くなってしまうんですけども、でもそこはやっぱりね伊佐と高澤というやっぱストライカーの嗅覚がまあ重なり合った瞬間かなと。それぐらい本当ね素晴らしい流れからコーナーキックからまあゴールになったと思います。で、勝ち越しゴールのシーンもあの浮き球にしっかり伊佐選手がねラインブレイクして、あそこに落としたのが非常にうまかったですけど、パスを出した選手が非常にうまかったと思うんですけど、あそこのキーパーとディフェンダーとか最終ラインの間にポトリと、まあ、落として伊佐選手が、まあ、蹴り込む、非常にあれはいいプレーでしたね。で、やっぱりそういうことで今年の大分は、まあ湘南、まあ、下位の16位のチームであるんですけども、やっぱり下位のチームにはしっかり、勝てる、そういう自信っていうのは間違いなくついたと思います。で、来年に関して本当ね、降格の枠が
が4つになります。で本当ね、来季はアビスパ徳島が上がってくることが決まりました。でまあ本当今回プレビュー動画でも話したんですけども、大分も含めてちょっと下位のチームの勝ち点の数が少なすぎるんですよね。本来であれば本当12位以下のチームっていうのは、まあ、大分もまあギリギリかも、11位とか12位ぐらいのチームっていうのは本来であればまあ降格ねしてもおかしくないような勝ち点なんですよね。で本当残留争いに巻き込まれていてもおかしくないような勝ち点、今年の低い水準になってはいるんですよね。そういうことを考えると、まあ、今からしっかりねこの湘南っておそらく来年、まあ、大分は降格の候補となるのか、それとも、残留しっかりもうできるよねっていうチーム作りになるかっていうのはまたオフを見てみないと分かんないんですけれども、ただ間違いなく大分はもう、まあ、来年、ね、盤石で今のところ絶対残留という位置には正直いないと思います。でそこでやっぱり下位チームをしっかり叩いておかないと来年は厳しくなるんですよね。でそういうことを考えるとここで湘南に勝ったっていうのは非常に大きい。そして来年湘南は斉藤光希もいませんし、であと鈴木選手ね、鈴木斗一もいなくなります。そういうことを考えるとまあここでしっかりいいイメージでシーズン最後のまあ湘南戦戦えたら、来年おそらくまあちょっと言い方は悪くなるかもしれませんけども、残留争いになるかもしれない湘南との戦いに勝てたのは非常に大きかったかと思いますね。本当それはね大分ね自信にしてほしいですし、大分としたらぜひね来年も今のメンバーで極力ね放出せずに戦ってほしいなと思いますので、どうにか本当頑張ってほしいなと思いますね。はい、まあということで今回4チームまとめて、レビューということになりました。まあ、本当ね4チームまとめて喋るのは、あれなんですけど、聞いてる方もちょっと大変かなと思いました。はい、ということで、以上パラプンで J リーグサッカーチャンネルのつづんでした。よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。さよなら。